笑いたい時、もう一でも笑いたくないぞっていう時あるかもしれません。でも本質の世界はもう常に笑い転げてるような世界ですとね、こうやって口を逆三角形にして、で太陽を、眩しい太陽を見るような目で、やるだけで、脳が、あ、この人笑ってるって勘違いして笑えるような現実を引き寄せます。ではのんびりとエネルギー受け取ってください。
大城ひろ子について街頭インタビューしてみたいと思います。髪がどんどん伸びてますか？どう思われますか？もう人生悔いのないようにとお伝えください。この方にもインタビューしてみたいと思います。大城ひろ子がさっきコオロギと鬼ごっこしていましたが、どう思われますか？はあ、いたもベリコーベリコー、自然体がいいやん。以上、現場からでした。